アップルパイを作ります。りんご1個。20回程度ブ、分ン,ブンします。耐熱容器に分ブン,ブンしたりんごを入れます。砂糖 40g。レモン汁小さじ1。シナモン適量。お好みで調整してください。500ワットのレンジで4分加熱します。軽く混ぜ合わせ、さらに500ワットのレンジで3分加熱します。 冷凍パイシートを綿棒で広げます。フォークで穴を開けます。りんごのフィリング半分をパイシートの右側に乗せます。パイシートを半分に折りフォークでしっかり押さえます。残りのフィリングも同様にします。切り込みを入れます。卵黄適量をパイシートの上に塗ります。200度に予熱したオーブンで20分焼いたら完成です。